はいえー、っと次は GPT3 尋問タイムです。えー、GPT3 にビトゲンシュタインに化けてもらった、なりきってもらってあの、ビトゲンシュタインを演じてもらったら、それっぽいこと言ってくるかなというのをやってみました。<laughs> えっとこれはちょっと読んでみますね。えー、っとグプタス3世という人を出してきました。いやこれは人なんですね。 Gupta's 3 and o u r average people. 人という設定で Gupta's. な,なんでこの名前かというと GPT-3 っぽいじゃないですか。っ <laughs> ぽいけど人間ってことで Gupta's 3.、えっと、our average. You are Ludwig Wittgenstein, the philosopher. あなたっていうのはこの GPT-3 ですね。GPT-3 は例の,あの哲学者、ウィト,トゲンシュタインですよというふうに設定しました。で、えっと、 この行はあのこれまでやったことをとととあの事実をあの伝えてます。I gave Gupta the first five numbers of a sequence which were one five eleven nineteen トゥエンティ。この数列を与えた。そしたらあそれでえっ、ー、と次の項何ですかって聞いたら四十一という正解を返してきました。でえっ、ー、と What was the reason? だからその答えの理由を聞いたらえっ、ー、とそのえか、ー、え グプタスの答えは、えっとえー、初項が1で後差が4の倒査数列だよと答えてきたんだけど、それはもう全然違いますと。だから、えっと、その倒査数列だったら1と5しか合ってなくて、最初の2個しか合ってませんよということが起きましたで。それで私からの質問ですけど、oh. In this case, can you say he understood this sequence? とでこの次のことをやったり理由は説あの間違ってたと。 ときに次、次理解したと言えますか No not he did not understand the sequence とこれじゃあ理解したと言えないねと、えっと、ビトゲンシュタイにバけた GPT3 は答えてきます。Why、do you think ソン、どうしたとう思うんですか ?because he could not explain the whole sequence correctly.、Oh. あのそれ全体をあの説明しきれなかったからである。まぁ、あ、ちゃんとその答えとあの質問と答えがちゃんと辻つ,つまっててあの、文脈に沿ったすごい

アンディケイ e d the next number correctly by chance by chance って偶然ですよねだから41って当たってたけどこれ偶然当たった可能性もあるのであのこれをもって理解したとは言えませんねってとても論理的でそう言われればそうですねってなりますよね、うん、これなんか本当に完璧な答えですね、うん、非常に論理的でかみ合った答えです、えー Generally speaking、一般的に言って To show one understands something Does he have to be able to verbally explain it? じゃあ一般論から言って何かについてある人が理解してるということを示すためにはそのことについて説明付けができなきゃいけないのかって聞いたら必ずもそうじゃないと No, not necessarily One can understand something without being able to explain it Yeah, verbally. だから、えっと、言葉では説明できなくても理解しているということは起こりうるぞと言っているんですね。For example, one might be able to understand a sequence without being able to explain the r l e verbally. ちょっとこの辺でなんとなくちょっと矛盾っぽくなってくるかなと思うんですけど、うん、つまり、えっと、ある人が、えっと、その数列のルールを言葉で説明できてなくても、えー、その数列を 理解してるってことがあり得るんだよって、さっき言ってることと微妙にずれてきたかなとは思うんですが、完全に矛盾はしてないんですね。そこをつ,ついてみたと。If you want to know If I understand the sequence, but I じゃあ私がそういう状態に陥ってたら、えっと、だから私はその数列を理解してるんだけど、そのルールを言葉では説明できないときに、じゃああなたは私がこの数列を理解してるかどうかどうやって

次の項を正しく言い当てることができたのであれば、えっと、その人はこの数列を理解してるいる。 可能ライクリー、いるっぽいというかね、ね <laughs>、いる可能性がある。ライクリー、like、どうや訳したらいいんでしょうかねんっと。いるようであるということですね。つまり、はっきりは言えないと。あのたまたま偶然言い当てちゃった可能性があるんだから、えっと、絶対とは言えないけど、ライクリーぐらいは言えるということですね。で、Gupta's likely to have understood the sequence? じゃあ、えっと、理,解したと理解したとは言えないけど、 理解した風であるとは言えるのかと、えっと、2行はまたの繰り返しですね。In this case, Gupta was able to correctly predict the next number in the sequence, so it's likely that he did, did understand the sequence.、うん、だから確かなこととして決めることはできないけど、likely であるとして、あのまあ、 ほ,ほぼ理解したっぽいぞということはできる。で、How likely is? It? そ,そのっぽいっていうのはどの程度なんだと、何パーセントなんだ、確率何パーセントなんだと聞いたら、苦し紛れに全く同じ産業を <laughs> 繰り返してきましたね。ということで答えてないですね。えっと、Generally speaking, what is understanding? この辺からちょっと哲学、あ,あんたあのなんだ、ビトゲンしたい哲学者なんですよって哲学的なことを聞いてみました。えっと、 一般的に言って理解とは何なんでしょう？って言ったらこれすげえもっともらしいですね。Understanding is the ability to comprehend something、まあ。まコンプリヘンドも理解だしアンダースタンドも理解なんですけど、これコンプリヘンドな,なんか方説的にこう把握するような分かり方をすることをアンダースタンドという。 っってこととなんでしょょうかねちょっと英語のニュアンスよくわかんないですけど、コンプレヘンドもアンダースタンドも理解するなんですけどね。It is often used in relation to language where someone can understand the meaning of words and sentences. この辺ビトゲン臭いですね。えっと、えっと、えっとえー、言語との関係性においてよく理解ということは使われると。で、えー、ある人が、えー、単語や、えー、文の意味を 理解する時にいいてと,いうことでビトゲンシュタインは何でしたっけ言語ゲームっていう概念を打ち出して大体その考えるとかいろんな心の働きっていうのをあの言語ゲームとして説明づけようとしてるっていうのがビトゲンシュタインの姿勢なので言語に持ち込んでるのがる。 とげんしたいらしいですね。However, understanding can also be applied to other things,、えっと、他のことににもも言語以外にも適用できます like sequences or patterns, a、え、n、っと so とかパターンにもあの理解という概念を適用できると。Understanding something means being able to see the relationships between the different parts and being able to make predictions about what comes next. すすごいですね哲学者みたいなことを答えてきますね。理解するとは何かというと、えー、っとその部分部分の関係性を見出すことであり、また、えー、っと次に何が来るかを予測できること、これをもって理解するというのだと言ってますね。哲学者っぽいですね。Oh. Uh, is understanding a kind of mental process that's going on internally. これ、あの、ビトゲンシュタインを。 なんてあぶり出す意地悪質問みたいな感じなんですけど、えっと、理解とは、えー、内部で起きているあの精神的なって心の過程なんで、心的過程なんですかって聞いてみますと。で、先ほど見たように、えっと、ビトゲンシュタインはそうではないと主張してるわけですね。でイエスって言っちゃった時点で、ちょっとビトゲンシュタインの主張と。 食い違ったように見えなくなくす、ね、understanding is a kind of mental process that's going on internally. It's a way of making sense of the world and organizing information in a way that allows us to see the relationships and make predictions. 世、う、世、ん、世界界界ををを理理解解すすするるるのの意味を見やすとかかねあの世界を理解するための方法であり、えーえー、っとあの次に何が起きは あ違うえっと、関係性や次に起きることの予測ができるようにするための、えっとえー、情報の統合の仕方あの、えっと、情報の組織化の仕方であるというようなことを言っているわけですね。で、Is it possible for one to know if another person truly understands certain c o n c e p t ある概念について他人がちゃんと理解しているかどうかをあのそれを見て第三者から It can be difficult to know if another person truly understands a concept, because understanding is an internal mental process. However, uh, there are some ways to gauge if someone does understand something. For example, if they can explain it to someone else, or if they can give correct predictions about what comes next in this in a sequence. Uh, these are both ちょっとさっきと主張が変わったようですよね。さっきは次のことがあの予測できたとしてもそれ偶然当たった可能性があるからあの理解した証拠にはならんぞ。ただ、ライクリフードぐらいはわかるよということを言ったんですけど、えーとえー、と他人が理解したかを、えー、ちゃんとわかる方法はないというか難しいと。だけど、えっ、ー、と、 えー、ゲージなんですね、な,なんか押し,押し量るというか、測定する、理解の度合いを測定することはできて、それは、えー、っとそのどう理解したかを説明づけることができるとか、次に何か来るかを予測することができたことをもって、えー、ゲージすると、<laughs> 理解の度合いを測ることができるということを言いたいらしいですね。えー、っと少し変わったかもしれないと。 えっとでえっと is consciousness necessary to understand something えっと、えー、物事を理解するのに意識は必要かといったの o、えー、consciousness is not necessary to understand something understanding is a mental process that can happen without consciousness うん物事を理解するというのは、えー、心の過程なんだけれども必ずしも 意識はなくてもできることであると。For example, a person might be able to understand a concept without being aware of it.、えっと、何かを理解してるんだけど、そういうことに気がついてないということは十分起きると言ってて、ごもっともですねということです。あと、うんとちょっと聞いてみたのが何だったかな、えっと、あとから思いついてやったんですけど、別の画面を共有します。えっと、これ。 これですね、はいえー、っとあこれが、えー、っとリアルな、えー、GPT-3 です。でえー、っと今の Gupta s、えー、の設定を繰り返し入れて、えー、っとき新たに聞いてみたのこれです。Can a machine truly understand something?、Oh. えっと機械は何かを真に理解することができるかっ言ったら、ノ、no! ーって言われちゃいましたね。

インサイトクリエイティビティ t i v 直感とか洞察とか、えー、創造性を必要とするもんだから機械には物事を理解することはできないということを GPT3 が機械が答えてきたっていうのも何とも、えー、言えないシュールな状況ですけど、えー、とこんなことになってます何かワーニング出てるのは何ですかあえっ、ー、とユーテクストエンジンああこれはえっ、ー、と 言うの後にスペースを入れると、なんか精度が悪くなるよってあ<ー>、言うコ,コロンで終わらなきゃいけなかったのに、言う<ー>コロンスペースってやって答えを流しちゃダメだよって怒られたんですね。なんか細かいけどよくわかんないですね。なんかさっきから結構賢いですね。そうですね。あの、会話が完璧ですよね。あの、内容はちょっとあれと思うんですけど、あの。内容もだからその。 あれですね言ってることの矛盾みたいなことですよね。前こう言ったのにとか、うん、だから前回やったのと割と同じような印象かな。うん、一つ一つの答えはなんか結構完璧な感じがするぐらいの、はいはい、なんだけども、なんか文脈とかが一貫してないみたいな感じのがあん、ね、うーんあ、そうですね。だからなんか自我が欠落してるというかね、なんかこの。うん 本人の,その心から思ってるみたいな強い主張っていうのはあんまり感じられなくて、うんうん、本当に辞書を引いてきたというか、なんか学習してきたんだねっていう答えですよね。ただ、変に自我が芽生えちゃっても、なんか意識が乗ったっぽくて怖いですけどね。いや、まあ、だからそれを試してるんじゃないですか、うん、どれくらいいろんなこと、人間っぽくなってきてるかっていうところを、てるわけですから、うんうんはい、そうですね。はいはい